ちばしをカットして、あのくちばしでも食べてたんだよね、あの子ね。食べてました。ただ、お腹の方が柔らかいからさ、それから毎日日光浴してるんですけど、ます、まあ、そうすぐには変わらないんですけど、硬くなりました。なんか仕事で本当にしっかりしました。うん、まあ、とにかく日光浴してください。で、おしっこ検査のね、UPC っていうのを検査センターに送ったんですけど、調べれなかったみたい。そうなんですか。うん、出る時もあるんだけど、なんかうまく出せる。要は尿中のタンパクとクレアチンの数値を出すんだけど、多分その数値が出すんで、んかったんじゃないかな。そうなんですね。そう、だから測定不能。ごめんなさい。で、あとはさ、あの子、はい、この間もちょっとお話したと思うんだけど、代謝性骨疾患があるから、浜田さんもこちらね、うん、日光浴をできる限りしてもらって、それとあとは食べてるものがね、リブガメフードで野菜困ってたでしょ、ブロッコリーの葉っぱに、チモシーをね、食べないでしょ、もうこんな味をコナンぐらいにしてさ、はい、で、好きな野菜に少しだけ振りかけて。あ、少しでいいんですね。いやいや、たくさんがいいんだけど、最初からたくさんやと食べんかったら意味がないじゃないですか。だから最初ちょろっと振りかけて、で、食べたらだんだん増やしていく。少しずつ増やして、そういうこと、食べてもらうんです。そういうことです。で、そんでだんだん粉状なのをまたちょっと切った感じにね、持っていけれるといいんですけどね。はい、わかりました。で、ちょっとこの間触ったらだいぶ柔らかかったからさ、ね、だから UVB の照射不足だと思うんで、はい、まあそうね、可能だったら30分前後ぐらい、はい、しっかりもう一日、あのガラス越しじゃない肉焼きね、はい、朝とお昼にベランダでこう一緒に日向ぼっこしてます。あ、それが一番安全ですね。15分ずつ一緒に見て、ね、その人間にもいいですよね、日に当たると。要は日に当たることによって体の中のビタミン D が活性化されて、汗型ビタミン D になる、それからカルシウムの代謝を良くしてくれたりとかね、あと免疫力も上がってきますんでね。あの子はカルシウムの代謝をもっと良くしないといけないからね。30分ぐらいって伺ったんで。そうそう、本当に30分取れないんで、朝だいたい15分と、在宅の時に昼15分とか、とてもいいと思います。で、まあやれなかったら5分でもいいですから、はい、雨の日はちょっとやっても意味がないと思いますけど、曇ってるぐらいだからやってもいいですよ。そうですね、ベランダ雨で混んでます。じゃあ、まあちょっと日光浴をしっかりしたってください、はい、で、もし可能だったらそのお腹の硬さ見たいんで、1月ぐらい先にちょっと見させてもらえるといいですね。わかりました、1ヶ月ぐらいですね、はい、変わったことあればもちろん、はい、言ってくださいね。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあごめんなさいね、ちょっと調べれてると思ったけど、できる、調べられなかったみたいで、なかなかカムさん難しいかもしれませんね。調べれる子は調べれるんですよ。それで送ったんですけどもね。はい。いろいろあるんですね、その中。前はこの子出てるもんね、数字。そうなんです。でも高いんですよ、前。はい。前の時の数字はね、はい、多分渡したと思うんだけど、尿のタンパクとクレアチンの数字を出して割ると、はい、そうそう、1.42。これ普通はね、0.2 以下なの。高いんですよ。そうです。ということは高いってことは、おしっこにタンパクが出てるってことだけど、はい、亀さんの正常値はないからさ。はい。ちょっと微妙なところなんですけど、だからまあ高いから、まあまたおしっこを取れた時に調べてもいいかなと思ってね。1回高いだけでは何とも言えない。2回3回調べてもやっぱり UPC が高かったら、ちょっと慢性腎臓病のケア、はい、分かりました、いいことになります。はい、じゃあまあそういうことで、はい、じゃあ肉よくしっかり下げてくださいね、はい、また1月ぐらいしたら連れてそれぐらいの目安で、じゃあよかったら見せてください。はい、ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。